立ち上がりを我慢して本当中盤、まあ、後半の頭に点を取るとか、はい、やっぱそのゲームの読みっていうのは本当に大事になってくると思いますね、うん、フォーメーションがすごい分かりやすいぐらい立ち位置が綺麗ですからね、はい、その浦和レッズのキックオフでゲームがスタートです。フリーキックからは1得点、コーナーキックから4得点。サミ狙ってみた、まあ、壁も1枚だったんでコースはちょっと見えてたと思うんですけどね。リバウンドで、あとはこのステップがね、ここで枚数が前線分厚くなります。伊藤が入れてきて、ホセカンテ、ホセカンテのシュート、ー同点に追いつきました。うまいですね、ホセカンテの見事なテクニックのあるシュートです。1対1、追いつきました浦和レッズとは思うんですけどね。ここで距離を掴んで当たって、はい、ここも局面局面、うん、あっと、ホセカンテ、これはユニフォームを引っ張ってしまいましたので、黒川も激高します。宇佐美に対しても、うん、カードイエロー、そしてホセカンテはレッドカード、ホセカンテはレッドカード、宇佐美にはイエローカード。宇佐美からまた黒川です。黒川が入れてくる、走り込んできた中野、ここでもしっかりと前の選手はこう狙いを持って動いてますんでね。浦和レッズはヴィンセン、ヴィンセン、さあ中央、岩尾が行った、岩尾、伊藤、逆サイド高橋、手を挙げている、その高橋、うん、高橋のゴール、逆転に成功、浦和レッズ、浦和レッズ移籍して初めてのゴールを決めました。このためらいなくクロス入れたことが大きかったですね、まあ、最終的には、ね、中野選手にちょっと途中出場、ホンギョンを、おっとこれを戻したところ、安井からリンセン、リンセン、1対3、またもやガンバ戦でリンセンです。いやそうね、前に走らすボールを入れたことでルックアップできて、最終的にはまた抜けた。ここで笛が鳴りました。1対3、浦和レッズ今シーズンガンバ戦は4戦全勝。